はい、こちらはなんか普通の部屋なんですけれども、なんとこのタンスみたいなところ、ここにある細工がされてるようですね。普通に開けるともう扉が出てくるっていう、で中に入ると隠し部屋が出てくるんですけれども、なんか二重扉みたいになってない？なんかそこまで隠してる感ないよね。でもね、パッと見扉には見えないよね。あ、タンスかなんかかなみたいな、クローゼット的なとこだと思っちゃうんですけれども、まあ隠し扉って言っていいのか微妙なんですけれども、その先に秘密基地を作ってしまったという、おしゃれですね。なんかホーンテッドマンション的なそんな雰囲気がありますよ。んこれは壁が、うわ、石のドアが開いて、それで他の入り口もあるんですけれども、ここになんかカードをピッてやると、あー、ダンジョンかなんかかな、そういうところで出てくるよね。んでこの扉、その先に何があるのかというと、なんとこういう風なスポーツジムがあるんですね。でもかっこいいよね、こういう会員しか入れませんみたいな、もう新規顧客入れませんみたいな、知ってる人しか入れませんっていう、そういうジムなんですけれども、めちゃくちゃおしゃれですね。でも明らかにここだけ空いてるのが不自然なので何とも言えませんが、こういう会員制のジムめちゃくちゃロマンありますよ。こちらは扉の横にあるものを置いとくとこ、その下に扉があって、そこを開くと秘密基地が出てくるっていう、そういうやつですね。でそこに護身用のやつを入れたりするんですけれども、こうあっちから入ってきて、でここで武器を揃える的な、どういう職業？ SP かなんかかな、政府の人だよね。ここまで行くとね、怖すぎるよ。どういうことやってんのこの人は。そんな家の中で物騒なことしないでくださいよ。まあこういう方法もありますね。はい、こちらはこの暖炉っぽいところ、ここね、なんとパカって開けると、お、穴が出てきましたね。でその滑り台的なやつを滑っていくと、どこに行くのかというと下に行くだけですね。特に脱出とかありませんよ。これで外に出られんのかみたいな風に思っちゃうんですけれども、ただ下に行くだけでしたね。お子さんとかね、結構喜ぶんじゃないでしょうか。緊急性とかそういうのはないんですけれども、まあ、ここを隠し扉にする意味あんのかっても思っちゃうんですが、面白い発想ですね。滑り台がついてんのいいですよ。おい、こちら、おーおーおー、これはテーブルの上になんとテレビですか、違うかな、テレビ出てきました。なんとしかもこっちからもテレビが上から出てきますよ。お、どんだけテレビ見たいん、そんなテレビ見たいかな。ほんで真ん中からも出てきますよ。これはさすがにテレビではないか。コーヒーマシンが出てきたんですけれども、ここはあれですね、ジューサー系のやつとか。どんだけ隠したいんここ。まあね、広く使えるのでいいとは思いますが、いろんなもの隠しすぎではありませんかね。おしゃれなんでいいですけれども、すごいですね。はい、こちらは普通の本棚かと思いきや、ここをちょっとクイッて開けると新しい部屋につながるっていう、これマジでゲームに出てくるやつじゃん。よくこんな薄いところに秘密基地作れますね。まさかあるとは思わないんで、もう秘密基地の代表例みたいな感じですよ。おい、こちらはなんと椅子が動いて、その下にいろいろ隠されてますね。どういうことでしょうかこれは。ここからテーブルとかいろんなものが出ていきますね。で横も開いて、使わないなら椅子が下に行く、で大人数で話したい時に椅子が出てくる。もうこれ家じゃねえんだよな。 SF 映画に出てきそうなもの紹介しないでくださいよこれ。確かに隠してはいるんですけれども、ここまで本格的だとちょっとリアリティがないですね。こちらはただ単に棚があるんですけれども、ここの本を押してみるとパカって開いて秘密基地が現れる。もうちょい本棚整理した方がいいんじゃない。だからね、本棚整理してるとそこだけ不自然って言われたら終わっちゃうんですけれども、こういう風に押すと秘密基地が現れる、そういうものとなっておりますね。めちゃくちゃこういうやつ好きですよ。はい、こちらの白いとこ、
ここに秘密基地があるんですね。これはちょっとリモコンでポチってやんないといけないんですが、リモコンをつけるとこういう風に開くんですね。んで秘密基地の中に入ったらパタンって閉めればもう完成ですよ。すごいね。もう誰にも見られたくないとき、一人になりたいとき、こういう秘密基地があるとめちゃくちゃおしゃれなんですけれども、これ家族とかだったら絶対ここにパパいるってわかんじゃん。一発でわかるね。パパどこ行ったのって言ったらもう絶対ここじゃんってなっちゃうんで、まあバレバレかもしれませんね。はい、次はこの草のような、なんじゃこりゃ、草が動いてるんですけれども、これね、何なのかというと草のような形をした秘密基地ですね。ちょっと動いてると分かっちゃうんですけれども、これが止まれば全然分からないんで、ちょっと中は暑いかもしれませんが、マジで分かんないよね、ここまで行くとね。壁とかはね、かろうじて分かると思いますが、この草に関してはすごい溶け込んでるんで、マジで分かんないですね。はい、こちらはなんとクローゼットの中を開けて、でその小さい扉の先をくぐると、おー、なんか自分だけの部屋が現れましたね。でもね、この扉隠す気ねえだろう。明らかにこの先に何かありますっていうこと言ってますよね。こういうね、秘密基地系って扉が分かんないところがロマンあるんですけれども、明らかに開けろって言っちゃってるんで何とも言えないですね。これを秘密基地ではまあ言っていいんでしょうけれども、もう少し扉の方を隠していただけるといいかもしれませんね。はい、こちらはテーブルですね。このテーブルに何か細工がされているようですね。この横の部分をちょっとパカッてやると、なんか不思議なボタンが現れましたね。何が出るんでしょう。でそこにいろいろ隠しとけるっていうね。あー、これ鍵開いてる間に犯人とか逃げてきそう。まあ、何を入れるかっていうところもありますよね。護身用のものを入れるのか、大切なものを入れるのか、もうこれごと持ってかれたら終わりですよ。はい、こちらは、おー、階段がグイングインと上がっていって、あ、よく見る感じのやつありますよ。でそこに、これは秘密基地っていう風にもなるっちゃなるんですけれども、そこにいろいろしまっておけるんで、まあ、あんまりねかさばったりすることがないんですね。でもね、ここに隠れることもできますよね。まあ、子供っぽい発想ごめんなさい。物を置いてますけれども、ここに隠れることもできるんで面白いですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。スッ。